いやもうそれはもう話来た時にそれはもうニヤニヤが止まらなかったですけどね。はい、まああの小説書いてそれがまあ漫画になる時もまあ嬉しかったんですけども、まあ、それがあの漫画の方の、出版社の方からちょっと映画の話が来てますというふうに聞いて、まあ、それ聞いてからまあ1年半ぐらいはかかったんですけど、いざこう撮るとなるとこうワクワクとまあ何ですかね、ドキドキと、なんかすごい自分の話が映画になるっていうことが信じられない感じですかね、やっぱり。ケンタロウがあの朝一の撮影で、まあ僕の親友がちょっとやられて最後怠慢に行く前に、まあ、いろんな感情があったんですけど、そこのなんていうんですかね、その自分じゃどうしようもできない怒り、憎しみ、悲しみ、悔しさ、歯がゆさ、なんかそれの全部をこう背負った最後の怒りという時の顔、これは僕すごい漫画にもこだわったんですけど、その本当にこういう絵にしてくれっていう漫画家さんにもお願いした部分を、健太郎が朝一の撮影で30分間ぐらいそのトイレにこもり、一人でその時のことを思い浮かべてくれて、その時の顔を見た時に僕はうわっと思いましたね。まあ思い出に残るシーンですかね、あのシーンは。なんか嬉しかったですね、僕は。ここまでやってくれたんやっていうところですかね。なんすかね、まあ本当にこんなね、もう悪いことをしてきて、なんかいい思い出ともあんまり言いたくはないんですけども、まあでもその時は本当に楽しかったですから、それのために生きてたというか、その目標を持って生きてて、仲間のためにとか、なんか本当に、まあ、男とはというのをやってきた青春ですので、なんかそれをね、見てる方に伝わっていただいて、あの頃に戻りたいなとか、あの頃良かったなと思って、でも戻ってはいけない、もう前を進まなきゃいけない、というなんか明日の活力になるなんか映画になったらいいなと思っております。はい、またチーム作らん？あ？デメキン、デメキンが映るけん。デメキン野郎、誰がデメキンじゃ。二代目福岡連合総長。はい。本当に福岡一のチーム作れる気がするよ。あともうちょっとであいつとの夢が叶うけ。お前らみたいな仲良しごっこが死ぬほど嫌いなんや。絶対手出すなって。何言おうてよ、貴様。お前これからも負けんなよ。負けるか。やるか。麺ぶっといな。やかましいな、俺。